まあ、なんといってもスタンダードローンで使えるといったところが最大の特徴になっております。クラウドに音声をアップロードする必要がないんですね。言った言わないの齟齬みたいなところがどうしても起きがちな世界ですけれども、そういったトラブルにもつながらないというふうな結果が出てくるかなと思っております。まあ、なんといってもスタンダードローンで使えるといったところが最大の特徴になっております。本当に音声認識を使った議事録のソリューションといったところはですね、昨今非常に多くの小さな会社様でも大きな会社様でも投入いただいているんですけれども、我々が音声認識 AI 自体を作っているメーカーになりますので、そのエンジンを内包したアプリケーションという形でお客様にはご提供が可能になっているので、クラウドに音声をアップロードする必要がないんですね。クラウドにの良さももちろんあるんですけれども、やっぱりウェブに音声をアップロードするってなると、重要な会議の内容といったところでもし何かがあったらちょっと大変だですとか、お客様との取引先との打ち合わせの商談のタイミングでご利用される時には、自分の会社のことだけではない話なので、なかなかちょっと容認がしづらいというふうなお声が非常に多いんですけれども、そういったところでスタンダードローンでご利用ができて、かつ認識精度も非常に高いものが結果として出てきますので、そういったところを評価いただいてで、ご導入が進んでおります。他にも議事録の作成以外にも会議の運営に役立つ機能なども、搭載しておりますので、ぜひトライアルなどでお試しいただければなと思っております。簡単にその従来の課題としては、例えば議事録3時間かけて作らないといけないなといったところが、そちらが負担の軽減ができたりですとか、もしくはちょっと言った言わないの齟齬みたいなところがどうしても起きがちな世界ですけれども、音声認識の結果及び音声としても録音をしておりますので、エビデンスとして非常に強力なものが残っておりますので、そういったトラブルにもつながらないというふうな結果が出てくるかなと思っております。ここからがですね、新機能の AI 音声認識結果の AI 要約のご紹介になります。2つの AI でさらなる効率の進化、チャット GPT と連携した自動要約機能になります。で、認識した結果の方ですね、AI 要約のコマンドを押すと、こちらのデータを Azure OpenAI の方の、チャット GPT の方に、お送りをしまして、音声は送らず認識結果をそのままお送りして議事録形式としてアウトプットが返ってくるというふうな機能になっております。こちらも具体的なデータを見ていただきたいんですけれども、すでにご利用いただいているのが取手市役所様ですね。茨城県の取手市役所様という自治体様にて、こちらの機能をすでにご利用いただいております。取手市様の定例会のデータをお借りしているんですけれども、その定例会のデータとしては認識結果がこのようにずらずら出てきておりまして、で、アウトプットをするとですね、それはそれでもちろん価値がある全文の議事録が出来上がるんですけれども、こんなふうな形ですね、出力をするとこのようなアウトプットが出てくるというところになりますが、ちょっとこちらではですね、全部読まないといけないというふうな形で16ページにも及ぶんですけれども、もう1、2ページでかいつまんで要約の結果が欲しいという場合にはですね、この AI 要約というコマンドをクリックしていただくと、こちらで要約のボタンをですね、押していただければ、大体数分で認識結果が返ってくる、要約の結果が返ってくるというふうな使い方になっております。全体のサマリーとしてこのような内容が、会話がありましたと。で、議題一覧がですね、要約、認識結果の中から勝手に議題を、あてがってくれて、分析してくれて、で、その議題の中で、概要がどういったことか、決定事項とは何か、ネクストアクションは何かというふうなフォーマットに落とし込んで、一覧が、出てきてくれるというふうな機能になっております。すべてを AI に任せるといったところよりも、一旦このような形で GPT が要約をしてくれた結果を、どこからどこまでをそのまま流用するのかですとか、もうちょっと情報を付け加えてあげて、正式な議事録として使っていただければですね、もう本当に本当に時短につながるかなと思っておりますので、ぜひ明日からでもトライアルなどもできますので、皆様にも触っていただければなというふうに思っております。通訳とか翻訳とか、そっちのこう機能っていうのはどんな感じですか？英語の音声であれば、英語に音声認識すること、出力すること自体は可能であります。ただちょっと翻訳についてはですね、そこの外部 API 連携みたいなところは別のソリューションではあるんですけれども、現状こちらにはちょっとまだ実装はしていないので、もしちょっと翻訳をされたいような利用の用途であれば、また別途のソリューションを、ご案内もさせていただいておりますね。
その要約もなかなかすごいなと思ったんですけど、今後そのこんな機能も考えてますとかですね、計画してますみたいのがもしあれば共有いただけると助かります。先ほど要約をさせていただいた結果というのがですね、全体サマリー、ネクストアクションみたいな形のフォーマットだったんですけれども、そのプロンプト指示ですね、その要約のスタイルみたいなところもお客様に側に自由にもうちょっと選んでいただいたりですとか、ラインナップを用意しようと考えております。600文字以内で要約してくださいという場合には、例えばこのように出力がされたりですとか、他にも質疑形式で一問一答で要約してくださいというふうなプロンプトの用意ですとか、そういったところを今は検討しておりますので、どんどん3ヶ月2ヶ月に1回ぐらいは何かしらアップデートを走らせているシステム、アプリケーションになりますので、ぜひ導入いただいた後も満足していただけるかなと思っております。 AWS の利用費用は込みですか、それともユーザーの個別契約ですかというご質問いただいてます。 GPT のところは Azure OpenAI の利用をしていますけれども、今後またそちらの原価のところもですね、 OpenAI 様のその GPT の価格も随時変わっていったり、モデルもアップデートしたりしていてですね、変動があるかもしれないんですけども、現状はこちら無料で、追加の費用などは不要で、月額の金額のみでご利用いただけるようにご提供しておりますので、そこまで心配はいらないところになるかなと思っております。